はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、今更聞けないポイズンの呪文、これに関してね、お話をしていきたいというふうに思います。で、ポイズンの呪文、まずね、どんな呪文かっていうと、これですよね。まあ、使ってない方の方が少ないんじゃないかなというふうには思っているんですけども、ポイズンの呪文、まあ、レベル6が、現環境では最大ですね。で、毎秒与えるダメージの最大がこれ260と、まあ、ここ。260最大っていうのは、徐々にね、こう、与えるダメージが上がっていくんですよ、ポイズンの呪文って。相手にかけるとね。で、減速が 42%。まあ、これっていうのは、相手のヒーローにしても、防衛援軍にしても、動きがノロノロになっちゃうってことなんですね。歩くスピード遅くなるよってことです。で、攻撃速度低下 60%、これですね。これどういうことかっていうと、例えば、バーバリアンキングが武器振り上げて振り下ろす、まあ、なんていうかな、時間がありますよね。あれが 60% 遅くなるってことなんですよ。つまり、ある一定の時間帯における、受けるダメージっていうのが、6割減になるということですね。この効果がね、ポイズンの呪文ではかなり大きい。まあ、要するに、小粒なユニット、アーチャーとかね、スケルトンとか、ああいうのに対しては、ダメージを与えて倒しちゃうし、でっかいユニット、ヒーローやペッカに対しては、この、攻撃速度低下効果によって、味方のユニットが圧倒的有利になるよと。まあ、そういう呪文なんですね。ということで、本日見ていきたいのは、このポイズンの呪文の、まあ、一般的な効果から、相手の防衛援軍に重ねかけた場合はどうか、また、ヒーローに重ねかけた場合はどうか、まあ、この辺っていうのをね、中心に見ていきたいというふうに思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。はい、それでは早速行ってみましょうか。ですね、今この防衛援軍、ドラゴンがね、レベル最大のドラゴンが1体入ってます。体力は、3900ぐらいですね。これに対して、例えばですけども、アーチャークイーンを当てた場合、そうすると、まあ、ドラゴンとアーチャークイーンが戦いますよね、こういう風に。でも、まあ、ドラゴンの攻撃がガンガンと入って、アーチャークイーンの体力、半分以上もう削られちゃってますね。4分の1ぐらいになっちゃってます。まあ、これぐらいね、普通にドラゴンと当たるとアーチャークイーンは傷ついてしまう、まあ、わけなんですけども、じゃあこれにね、ポイズンを使った場合どうなるのか、ちょっと次はそれを見てみたいと思います。はい、じゃあまずね、ここにポイズンを打ってから、アーチャークイーンを出してみます。そうすると、ドラゴンとね、対峙した際に、ドラゴンの動きだったり攻撃の速度が明らかに鈍ってんの分かりますよね。で、さらにポイズンそのものがダメージを与えてくれるんで、アーチャークイーンの体力、まあ、これだけ残るわけですよ。さっきのね、ポイズン使わない状態に対して、多分3倍ぐらいの体力は優に残ってんじゃないですかね。ほぼまあ、傷つかずにドラゴンが倒せちゃう。まあ、これぐらいの大きな効果が、まあ、ポイズンっていう呪文にはあるんですね。で、今はね、まあ、ポイズンのどちらかというと攻撃速度低下の効果見てきましたけども、じゃあ与えるダメージに関する部分、ちょっとね、これから見ていきたいというふうに思いますので、まずはね、ドラゴンにポイズン1個をきっちり使い切った場合、まあ、どれぐらいのダメージが入んのというところからね、いきたいというふうに思います。さあ、では見ていきましょう。まずは、ここでユニットで、ドラゴンを釣り出して、で、ここにポイズンをかけていきます。でですね、ポイズンの呪文の枠の中にドラゴンって黙ってては入ってくんないんですよ。ターゲットがなくなるとこうね、ポイズンから逃げようとするんですよね。なんで常に何か、相手の防衛援軍のこう、ターゲットになるユニットを出しておかないと、あっさりこのね、効果枠の外に逃げちゃいますので、そこはね、ポイズン使う際に一番最初に言っておきたい注意点です。で、まあ、それも踏まえながら、ずっとね、このポイズンが切れるまで輪の中に入れた場合、ドラゴンの体力どうなるのかっていうと、まあ、このぐらい残るわけですよね。だいたい5分の1ぐらい残ってんのかなっていう感じです。まあ、ドラゴンの体力が3900なんで、まあ、仮にこれを5分の1、体力4000というふうに考えると、まあ、ざっくりした計算で800ぐらい残るのかなと。まあ、3000ぐらいのダメージを、まあ、ちょうどね、与えるような計算になるんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、今度はこのポイズン2個重ねかけた場合どうなるのか、これ見ていきたいというふうに思います。はい、では行ってみましょう。まずはこれで釣り出します。釣り出したらドラゴンにポイズンを
ポンポンと2個かけていきますね。さらに枠から逃げないようにバーバリアンを追加してこうどん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 出していくという格好ですね。ドラゴンが逃げないように追加のバーバリアンをどんどん出していきます。こんな格好ですね。バーバリアンさんのターゲットでドラゴンが体力を削るそのポイズンの中にずっといるという状態が続いて、ただどうだ、ギリギリ残るという格好ですね。まあ、つまり3900の体力っていうのは、ポイズン2個じゃ削りきれないわけですね。まあ、多分でも3500ぐらいは削れてると思うんですけど、重ねがけたことによる効果は、まあ、あるっちゃあると思うんですけど、ほとんどですね、その効果がかける2になるのかっていうと、そうではないということなんですね。まあ、ここの計算式はちょっとわかりませんが、まあ、結論としては、重ねの効果はある。でも2倍ではない。ということになります。ではね、このポイズンの効果を、2個のポイズンの効果を、きっちりその効果時間を使い切った場合はどうなんのっていうところを今度は見ていきたいと思います。では次行きましょう。はい、では行ってみましょう。まずはバーバリアンで釣り出します。その後ポイズンをここにかけていって、さあポイズンの中にドラゴンが入って追加のバーバリアンを出して、ドラゴンがポイズンから逃げないようにね、またやっていきます。こんな格好ですね。次から次へとバーバリアンを出していくんですけども、さあそろそろ効果が消えそうなんで、もう一個、はい、ここで使います。継続してドラゴンの体力がどんどん削られていって、輪の中に入っているドラゴンが、はい、これで倒しちゃいましたということになりますね。まあ、つまりまだポイズンの輪は全然消えてないんですけども、2つのポイズンを使った場合どういうことが起こるかっていうと、1個目のポイズンでだん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 受けるダメージがね、増えていくわけじゃないですか、ドラゴンので、秒間最大260のダメージまで、その被ダメージ量が上がってくる。で、2個目のポイズンではこれをリセットしないんですね。どういうことかっていうと、毎秒260のダメージを受け続ける状態のまま次のポイズンの効果時間に入っていくわけなんですよ。なので、二つ目のポイズンを使ったところらへんから、ドラゴンの体力が急速にガーッと減ってったの分かったと思います。これは今言ったような理屈なんですね。ではですね、今みたいな形で使うケースって、まあ使えるケースってあんまないと思うんで、よりね、実践的な形、呪文をね、こういう風に、なんていうか、並べて落として、そこをね、ドラゴンにこう歩かせていくような、使い方をした場合どうなるのか、まあ、これはポイズンロードってよく呼ぶんですけども、まあ、こういう場合に関して、どうなるか見ていきたいというふうに思います。さあでは行きましょう。まずはアーチャーをここに出して、ドラゴンを釣る準備をしますね。そしてここドラゴンを出します。そしたら出てきたドラゴンに対して、まず1個目のポイズンこの辺から打っていきましょうか。はい、まずドラゴンがポイズンの輪に入りましたと。でアーチャーめがけてどんどん歩いていってるんですけども、さあ出そうなところでもう一回次のポイズンを打っていきます。さあポイズンを次のポイズンを打って、効果範囲内からドラゴンが実質出ていないような状態にしますね。さらに3個目のポイズンもこの辺で打っていきましょう。打っていってドラゴンの体力減少効果が消える前に、次のポイズンに入ることを繰り返していくと、3個でドラゴンを倒せるということになるわけですね。まあ、つまりどういうことかっていうと、ドラゴンは当然ね、そこに留まってはくれないわけですよ。なんで、ユニットを上手にこう追加していかなかったら、なかなかね、2個のポイズンでは倒しきれない。ただし、3個のポイズンを使えば、こんな風にね、遠くに引き寄せるユニットを出しておいて、そこにこうね、どん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 ポイズンを、次から次へと打っていくことによって、ドラゴンをね、削っていく。まあ、こういう方法も使えるわけですね。さあ、ここまでで大体ね、ポイズンの使い方イメージがついたと思います。ただ、ではですね、ヒーローに対してはどうなのか、これちょっとね、次に見ていきたいというふうに思いますので、ではヒーローパート、早速行ってみましょう。さあ、ヒーローはですね、このバーバリアンキングさんを使ってみましょうかね。相手のバーバリアンキングレベル47に、自軍の66のバーバリアンキング。これをね、ちょっとぶつけてみたいと思います。はい、行きます。行った時には、まず、お互いに噛み合って同じ、まあ、攻撃速度ですよね。まあ、それはそうです。バーバリアンキング同士なんで。同じような攻撃速度で攻撃をし合って、さあ、自軍のバーバリアンキングが相手のバーバリアンキングを倒しましたけども、残った体力は大体、まあ、こんなもんですね。半分より少し多いぐらい。じゃあ、これにポイズン使ったらどうなんのっていうのを次は見ていきたいというふうに思います。
はい、では見ていきましょう。まずはポイズンの呪文を1個先打ちして、そこにバーバリアンキングを当てていきます。そうすると見てください、これ相手のバーバリアンキングの動きめちゃくちゃ遅いですよね。スローになって、やっと3発、パンチを繰り出せたところで倒れてしまいました。で、自軍のバーバリアンキングは全然ダメージを食らってない状態ですよね。で、これは別に相手のバーバリアンキングの一発一発のパンチが軽くなったわけではないんですね。単純に攻撃速度が遅くなって、パンチを繰り出す回数が減ったからこうなっているわけですよ。じゃあここで気になるのは、ポイズンの呪文2個使った場合にはもっと遅くなるのかってことですよね。これ見てみましょう。では次行きます。はい、では行きましょうか。ポイズンの呪文を2個打った場合、ポンポンポンと2個打ってからバーバリアンキングを出します。さあそうすると相手のババキンが1発2発さあ3発目が入るか、3発目入りました。さあそのまま4発目は当然打てずに落ちましたということですね。さあ結論から言うと残った体力が同じ、つまり繰り出した攻撃の数も同じだったわけですね。なので結論から言うとって言いながら言ってなかったですけども、ポイズンの呪文2個ヒーローに重ねかけても攻撃速度低下の効果はゼロと言っていいということが今回分かったと思います。これね、やっぱりちょっとね、知っといてよかったですね。まあ、なかなかヒーローに使う人って、まあ、2個使う人は少ないと思うんですけども、レベルの低いヒーローで相手の高いレベルのヒーローを倒そうと思った時に、ポイズン重ねがけてもう何の効果もないよ、ということがこれで分かったわけですね。じゃあ、ヒーローって言ったら今4体いますよね。バーバリアンキング、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、グランドオーデンの像って実はこれポイズンの効果あるのって知ってる人いますかね。これちょっと見てみたくないですか。やってみましょう。次では、グランドオーデンにかけてみたいと思います。さあまずはこちらグランドオーデンレベル20ですね。普通にバーバリアンキングを当ててみましょうか。当てた場合に1発入りました。2発の攻撃が入って、まあ、バーバリアンキングは突破すると。結構早いですね。簡単に突破しちゃいました。はい、ではね、これグランドオーデンにポイズンを使ってからバーバリアンキングを当てるとどうか。まずポイズンを使って、ババキンに1発入りました。2発入りました。あれ?今2発入りましたよね。ということはグランドオーデンはやっぱりヒーローなんだけども、防衛になった場合にはユニットじゃないんです。もう施設なんですね。施設なんで、ポイズンの呪文っていうのは施設に対する効果がないですから、つまりグランドオーデンの像には通用しないということですね。ここまででね、分かった話、まとめていくと、まず、ポイズンの呪文っていうのは、徐々にそのね、与えるダメージが増えていくっていう仕様になっていて、最大260の秒間ダメージ、かつ、相手の攻撃速度を下げます。で、この重ね掛けの効果っていうのは、あるはあるんですけども、2倍にはならない。で、時間差をかけて使った場合には、その、相手の体力をね、削る、その効果っていうのが持続するわけですね。例えば、秒間260削る状態までポイズンにかかりましたよっていうユニットは、そのまんま次のポイズンの効果範囲に入ると、その260の秒間ダメージ受ける状態を引きずったまま、またポイズンを受け続けるということになるわけですね。で、ヒーローに対してはどうかっていうと、まず、攻撃速度を下げるっていう効果はあります。ただし、重ねがけてもこれは効果がありませんでした。で、グランドオーデンの像は、これはもう施設なのでヒーローじゃないから、攻撃力の、攻撃速度の減少効果、これもありませんでした、ということになります。ぜひね、参考にしてもらいたいというふうに思うのと、番外編準備してきますので、ぜひね、ちょっとね、これ見てください。さあ、まず1個目こちらです。ラバーハウンドですね。結構ね、ラバーハウンドにこんな風にポイズンかけちゃう人っていません？私もね、やってるんじゃないのって言われるとやっちゃってると思うんですけど、全然意味がないですよね。ラバーハウンドって全然体力高いんで、こんな風にね、ポイズンを先打ちしちゃうと、まあ、そんな言っても削れないわけですよ、体力を。おまけに、攻撃力のね、その攻撃速度減少効果っていうのも、まあ、大したことはないです。元から攻撃力低いんで。
なので先にね、ポイズン打っちゃうとラバパピーが結構むしろ強くってアーチャークイーンなんかこうダメージめっちゃ受けちゃいますよね。アーチャークイーン対ラバハウンドで一番怖いのはパピーなんですよ実は。なんでラバハウンド本体にポイズンをかけるのは良くないんですね。じゃあどうするかっていうのがこれです。はい、どうするかっていうと、まずラバハウンドがこう出てきますよね。そしたらポイズンはね使わないんですよ。しばらくほっとくんですね。でアーチャークイーンと別にラバハウンドと対峙しても全然アーチャークイーン傷つかないじゃないですか。でパピーが出てくる瞬間を見計らってこうポイズン使うんですよ。そうするとパピーが全部ポイズンでこう一気に、ね、焼けるというこの爽快感、見てくださいこれ。アーチャークイーンの火ダメージがほとんどなくなるわけですね。こういう風にだいぶダメージを系統受けずにパピーを倒すことができる。あのね、ラバハウンドに対してポイズンを使う場合にはこれを絶対心がけてください。あのポイズンの呪文はパピーに使うべし、これが1個目です。ではね、次ちょっとネクロマンサー見ていきましょう。さあではネクロマンサーです。ネクロマンサーってすごい厄介で、例えばクイヒーなんかでこれと当たった場合をまあ想定してみてください。まあこんな風になっているとしますよね。これね、ネクロのスケルトンがもう次から次へとクイーンを襲って、こんな感じでね結構ね時間食っちゃうんですよね。でおまけにじわりじわり体力削られてるの分かりますかねこれ。なのでこのね、スケルトンに対して、何とかしてね処理しようと思った場合にはもう絶対的にこれポイズンが必要です。あのアーチャークイーン、クイヒー対ネクロマンサー処理の場合にはポイズンがないと、なんとなんと出してから30秒近くかかっちゃうんですね、ネクロマンサーを倒すのに。ここでじゃあポイズンがあった場合はどうなるかっていうとこうなります。さあ見てみましょう。まずはここにアーチャークイーンを出します。出したらすぐポイズンをポンとここに打っていきます。ミスっちゃいましたね。打っていきます。そうするとポイズンの呪文の中でスケルトンがあっさり溶けてしまって、ネクロマンサー本体をこう倒せるわけですね。わずか10秒ぐらいの突破撃ということになります。まあ、ヒーラーも使ってないのにほぼ体力、ね、満タン状態っていうところを見ると、まあ、ポイズンの効果がどれだけすごいかってわかりますよね。で、これ非常に注意してもらいたいのは、ちょっとね気をつけなきゃいけない、あのネクロマンサーの本体になるべくポイズンがかかるようにするっていうところなんですね。どういうことか、ちょっとこれ見てください。まあ、例えばですよ、例えばね、こうネクロマンサーが出てきましたと。でちょっと遠目のところにね、こうアーチャークイーンがいるとするじゃないですか。でここにまあクイヒーを使ってこんな風に、まあ、アーチャークイーンが歩き回ってね、まあ、バーバリアンキングも問題なく倒せるでしょう。で、バーバリアンキングのところ でスケルトンに捕まるんでポイズン使ってきますという風にするわけですね。こんな風にしていくと、まあ、スケルトンは確かに倒せるんですよ。こういう風に倒せるんですけど、次から次へと出てくるスケルトンたちを倒している間にポイズンの効果切れちゃうんですね。でまたスケルトンがこう出てきて、またここで捕まっちゃうと、こういう、見てください、これ完全に自己パターンですよね。これってもうほとんどヒーラーがもう紙一重で焼かれちゃうんじゃないかみたいな、こういう状況になっちゃいます。じゃあどうするかっていうと、こんな風にやるんですね。アーチャークイーンをまあこの辺から出しましょうか、仮にね。でまあバーバリアンキングと対峙させて、で相手のスケルトンがねこう攻めてきてますけども、ここに対してねポイズンを打つんじゃなくって、これ少し我慢するんですね。我慢して我慢して我慢して、ネクロマンサーに打つようにこういう風に打つんですよ。わかりますかね。あの若干スケルトンも巻き込むんですけども、むしろ巻き込みたいのはネクロマンサー本体です。本体はここに巻き込んじゃうと別にアーチャークイーンが攻撃しなくても倒せるんですよ、こういう風に。あ、まあ今攻撃しちゃいましたけどね。あの、わかりましたかね。あの、ネクロマンサーの体力の削られ方を見てもらうとわかるんですが、ポイズンの呪文だけでネクロマンサー倒せます。さあ、じゃあ見ていきましょうかね。まずこれネクロを釣り出します。で、アーチャーをこの辺に打って、右下に打ってね、ネクロマンサーをそこに引き寄せていくんですけども、ネクロマンサーに入るように、こう、ポイズンをポンと出していきます。で、このポイズンの輪の中にネクロ本体が入っていくとどうなるかというと、まあ、スケルトンも当然倒せるんですが、ネクロ本体もこの輪の中にいるだけで、こんな風に倒れちゃうんですね。はい。2つ目も倒しちゃいました。まあ、こんな感じですね。なんで遠くでこういう風にね、ネクロマンサーを引き寄せるようなことをしてしまった場合、スケルトンはまあとりあえず無視して、ネクロマンサー本体にきちっとポイズンの呪文1個かければちゃんと倒せますよってことなんですね。これを知っておかないと、あの延々とスケルトンばっかりを生成させられて、あのアーチャークイーンなんかで受けた場合に簡単にね、クイヒーであってもやられちゃいますので、これぜひ、注意してほしいなという点、まあおまけでね2点お話をさせていただきました。
はい、というところでね、本日は以上になります。皆さんがね、普段使ってたポイズンの呪文、まあ、こんな呪文なんだよっていうことがね、少しでもまあこの動画でスキッとね、こう腹落ちしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたします。バイバイ。